皆さんどうもこんにちは、マイピカです。いや、ついにね、発表されましたよね、GH5 のマーク2ですねが発表されました。今回はですね、GH5 マーク2の新しくなったポイントですねを7つ、紹介します。で、そのね、7つのポイントを押さえた上で買うべきがどうなのかっていうね、個人なりの感想を喋っていければいいかなと思ってますね。で、まあ GH5 マーク2の話もしますが、同じね発表で、GH6 の発表ですね、あとは GH5S の新しいねアップデート来ましたよね。で、 GH6 に関しては、まあ 8K 予想してたんですが、どうやら 8K は搭載されないと。まあ最高で 5.6K かなんかそれぐらいでしたよねに抑えてきますと。まあ 4K かな、 4K が完璧に撮れるようなカメラを、目指すのかなっていう感じになってますね。で、GH5S に関してはアトモスの忍者 V だったっけ、あれを使うことによって、ロー動画を出力できると、プロレスローかな、それが使えるようになりますよということのアップデートになりましたね。その他ね、 AF とかも若干アップデート入んのかなみたいですね。あとはですね、録画時の赤枠とかね、ああいうのも GH5S で多分アップデート入ると思うんで、それが6月9日だったと思うんでね、まあ、6月の9日、非常に楽しみですよね。僕もちょっとアップデートしようかなと思ってますね。で、まあ話は戻りますが、 GH5 のマーク2ですね、発売日がですね2021年の6月25日となってますね。で、金額はですね、大体ですね20万前後、約20万と言われてますね。で、キットレンズも販売するみたいで、12mm60mm F2.8 から4.0 かな、これがついて、25万弱ぐらいになると思いますねっていう情報だったんでね。 12mm60mm F2.8 から4.0 はですね、今価格コムの最安値でも8万5000円ぐらいするんで、まあ、かなりお得にね、12mm60mm F2.8 から4.0 のレンズ買うことができていいんじゃないかなとは思うんですが、前にね、僕動画マイクロフォーサーの動画他にも上げてるんですけれども、他にもねいいレンズがあって、まあ、12mm100mm F4 プロとかね、オリンパスの、あとは 12mm40mm F2.8 プロとか、あそこら辺と、どっちを買うのかどれを買うのかっていうのを、考えるといいかなと思いますね。室内撮影はね、オリンパスの 12mm40mm F2.8 プロの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。これまあ前にも喋りましたけど、まあもしよろしければそちらの動画見ていただければいいかなと思いますね。で、話がね、若干それましたが、早速ですね7つのポイント喋っていければいいかなと思います。で、一番最初にですね、目玉なのかどうか分かんないけど、あっと驚くような機能が搭載してきましたよね。なんとですね、無線のライブ配信機能が搭載されるみたいですね。いや、すごいですよねこれね。だからいちいち煩わしい線とか全くなしにカメラを使ってライブ配信することができると、これはめっちゃいいんじゃないかな。室内撮影でもね、配線でごちゃごちゃしないだろうしっていうところとね、あとはですね、これ無線だけじゃなくて有線でもできるようになるみたいですね。で、スマートフォンへの USB、テザリングかなができるようになったりとかね、だから USB Type-C かなでくっつけて、でそれでライブ配信できますよということができるようになるみたいですね。これはね、今後のアップデートっぽいけどっていう感じになってますね。あとはパソコンで有線とつないで、配信できるようにもなるのかなっていう機能が増えたりとかね。で、まあこういった感じで、スマートフォンとの連携っていうのは結構いいんじゃないかなと思いますね。まあスマートフォンがどんどんねカメラ機能進化していって、もういらないんじゃないかと、マイクロフォーサーみたいなセンサーサイズの小さいやつはねって言われてる中で、ここに来てねスマートフォンとの連携は結構いいんじゃないかなとは思いますね。で、この機能もおそらくね、マーク2に付くっていうことは当然ながら GH6 にもより進化した形で搭載される可能性が高いと思ってるんで、まあ、ここもね GH6 期待かなと思いますね。GH5 マーク2のスペックをね、ある程度ね、抑えた上で、GH6 はより強化されると思うんでね、そこも楽しみですよね。で、2番目がですね、 AF 機能、やっぱし強化されてるみたいですね。まあ、GH5 と GH5S ね、両方持ってたんですけども、GH5 と GH5S はね、GH5S の方が AF のね精度はいいんですよね。で、今回のね GH5 マーク2も強化されたみたいで、頭部認識かな、頭の部分がねより認識されやすくなってるのかな。そう、どういった AF なのかちょっと気になりますけどもね。まあ、GH5 ね、夜使ってて思ったのがね、やっぱしね、暗いところではね、やっぱピント迷いやすいんですよ。イルミネーションとか撮ってると結構ねピント迷いやすいんで、これ GH5S でもそうなんですけどね。ところがまあやっぱし強化されてるみたいで、そこはねどれぐらい強化されたのかなっていうところは気になるところではありますね。で、3つ目ですね。3つ目はですね、6.5 段の手ブレ補正ですね。はい、GH5 はですね5段でした。
でこれがね 6.5 段になりましたね。これかなり強力になってますね。 1.5 段しか増えてないやんと思うかもしれないですが、 1.5 段も増えたら十分ですね。シャッタースピード半分ぐらいにしてても普通に今までと同じような感じで撮れるんで、これはすごいですよね。これデュアル IS2 って言って、ボディとレンズのね協調動作で、6.5 段になりますよと。これ多分レンズによって違うかもしれないですけどもね、まあオリンパスのね OMD EM1 Mark III と比べればね、6.5 段っていうのはねやや低いんですけども、 OMD EM1 Mark III は7段だったと思うんで、だからまあ 6.5 段でも十分強力だと思うんでね、まあ、これはいいんじゃないかなと思いますね。あとはまあまあボディ単体でね、6段ぐらいはいくのかな、ちょっとあれですけどもね、まあレンズ側にですね手ブレ補正がついてないレンズもいっぱいあるんで、まあ、ボディで手ブレ補正が効くっていうのは結構ね撮影しやすいんですよね。レンズの選択肢の幅も広がるし、パナライカの 8mm18mm f2.8 から 4.0 とかね、あそこら系は手ブレ補正ついてないんで、超広角レンズとかね、あとはオリンパスの 12mm40mm もついてないんでね、そういったついてないレンズに対して使いやすくなるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。4つ目がですね 4K60p10bit が撮れるっていう感じになってますね。これ結構すごいですよ。 GH5 はね 4K60p10bit は撮れないんですよ。だから GH5 Mark II はね 10bit 撮れるんで、これは結構でかいんじゃないかなと思いますね。まあ今までねほとんどの人が使ってるカメラっていうのは 8bit なんですよ。で 8bit と 10bit 何が違うかっていうとですね、色をいじりやすいっていうかね、いじっても崩壊しにくいというところがねポイントなので、自分好みの色を作りたいこととかね、そういう人には 10bit で撮るのが主流になってるので、これはね結構でかいと思いますね。でクロップなしだと思いますね、GH5S もクロップなかったんでね。ただ GH5S ですら 4K60p10bit で撮れないんで、GH5S よりもここは上ですね。で GH5S のアップデート来るって6月9日に言われてますが、さすがに 4K60p10bit が撮れるようにはならないよね。どうなんだろう GH5S、 そこちょっと気になりますけどね。でも多分無理かなと思うんですけどね。だからロー動画を外部で出力対応できるようにしたんであれば、 4K60p10bit もさ GH5S で導入してほしいかなと思うんですけどね。で、続いて5つ目ですね。5つ目はですね VlogL が標準搭載されてます。これ結構でかいですね。今まで GH5 だとね、VlogL っていうのはね1万円ぐらいのキー出して買わないといけなかったんですよ。 GH5S にはね標準でついてるんですけども、なのでねこの VlogL っていうまあ眠たい映像なんですが、これで撮ることによって色味をね、さっき言った 4K60p10bit ですね、10bit で撮った時に進化を発揮するっていうかね、いろいろ色いじったりとかできるので、まあ、VlogL がね標準搭載されてるのはいいんじゃないかなと思いますね。あとはまあ、VlogL で撮った時に最低 ISO 感度がどれぐらいになるのかっていうのはちょっと気になりますよね。 GH5S はね320だったんですけども、これがどうなるのかどうか、 GH5S よりも低く撮影できるのかどうかっていうところはちょっと気になるかなと思いますね。で6つ目ですね。6つ目はですね色味がですね GH5S とおそらく同じになったんじゃないかなと思います。少なくともですね、GH5 のカラーよりも向上してるとは思います。GH5 と GH5S でね微妙に色味違うんですよね。 GH5 の方がなんかサイドが濃いような気がするんですけども、とにかくですね撮ってて綺麗なと思うのは GH5S の方が綺麗に感じますね。なので色味とか、まあ、グラデーションとかそういう系なのかな、そういう系がですね GH5 よりも GH5 Mark II の方が、向上してるんじゃないかなと思いますね。なので見てみるとね結構違い分かるんじゃないかなと思いますね。で、続きまして7つ目ですね。7つ目はですね、これも待望の人多いんじゃないかなと思いますが、 USB 給電充電対応となりました。まあ、今までできなかったんですけどね、USB 給電と USB 充電ができることによって、例えばタイムラプスを気軽に撮ったりとかね、外で、長時間撮影するときに重宝するんじゃないかなとは思いますね。で、バッテリーを2個持っていけばね、まあチャージャーとかも使えば、あとチャージャーだ、そうそう、チャージャーがどういう感じになってるか気になりますね。 USB Type C で接続できるタイプのチャージャーなのか、それとも GH5 と同じコンセントから供給しないといけない、チャージャーなのか。チャージャーはね絶対つくと思うんですよね。だからそのチャージャーがどういうタイプになってるのかっていうのはちょっと気になるところではありますね。おそらく USB 充電対応してるっていうこともあって、 USB Type-C でだと思うんですけどもね、っていうのはね、コンセント対応じゃなければ USB Type-C みたいなやつであれば外に持っていきやすいからね、チャージャーがね。なので、まあ、使い勝手がかなりいいんですけどもね、まあ、その場合バッテリー2個持っていったらもう3ついらないかなと、かなり安上がりで済むと思うんでね、純正バッテリーも高いですから7000円ぐらいするのかな、結構高いっていうこともあって、まあここの対応っていうのは結構いいんじゃないかなと思いますね。あとはまあ GH5 Mark II にもですね録画時の赤枠がついたりとかね、あとは GH5S みたいにダイヤルの部分に赤線がついたりとかね、いろいろ進化はしてますね。あとはセンサーの除去がですね、オリンパスの特許だったっけ、
あれじゃなくなってるみたいですね。なので手動で、センサークリーニングしないといけないのかな。ただですね、マイクロフォーサーズのセンサーっていうのはフルサイズのセンサーより小さいんで、まあ、そんなにですね、ホコリがつきやすいかというとつきにくいと思うんで、あんまり、まあ、まあ大丈夫なんじゃないかなと思いますけど、はい、ということでですね、まあ、7つのポイントをね、新しくなった7つのポイントですが、じゃあね、買うべきがどうなのかっていうのをね、まあ、ポイントはですね、4K60p が必要かどうかっていうところで考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、4K60p でも、あれか、GH5 は 8bit は取れるのかな、だから 10bit ですね。4K60p の 10bit が必要かどうかっていうので、考えるといいんじゃないかなと思いますね。特に室内撮影しかしない人は 4K30p で十分だと思うんでね、 60p もいらないと思いますし、外撮りって言ってもね、あのスローを使わないとかね、2分の1スロー使いませんとかね、あとはバイクとか車みたいな感じで 60p 使いませんというのであれば GH5 ですね、 GH5M2 じゃなくて GH5 をですね、オークションとかでね、中古で落とせばね、10万とか11万ぐらいで買えるんですよ、今 GH5 って。なのでね、めっちゃ安いんですよね、あのやばいですよ、あの 4K60p が撮れて、まあ8ビットだけど、 4K60p8 ビットが撮れて、 4K30p までだと10ビット撮れるかな。でシネライグ D とかもちろん使えるし、で5段の手ブレ補正がついてる。で AF はね、まあさすがに一昔前の AF ですが、でしかもあれですよ、時間無制限ですよ、うん、時間無制限で 4K が撮れるカメラが10万ちょっとで買える、しかもそれがクロップされないというところはかなりでかいと思いますんで、 4K60p が必要ないやっていう方はですね、今回の GH5M2 が発売されたことによって GH5 が値段が下がる可能性があるので、GH5 もね、普通に検討してみてはいいんじゃないかなと思いますね、個人的に。うん、4K60p がどうしても必要だっていう方はね、マーク2になるかなと、それかまあ GH6 マッチか、どっちがいいかなと思いますね。あとね、 GH5 がね、他社と比べてすごいところはですね、動画だけじゃなくて写真も撮れるんですよね。写真のですね、ピクチャーモードっていうのを、例えばですね、モノクロとかが結構いいんですよ、うん、モノクローム L やったから、ああいうのも結構良くて、だから富士フィルムのあのね、ピクチャープロファイルじゃなくて何だったっけ、あのフィルムシミュレーションか、あんなみたいな感じでね、本当に結構 GH5 って写真撮ってる時に綺麗なんで、まあそこもね、期待できるところなんじゃないかなと思いますね。なので写真も撮れるし動画も撮れるっていうのが結構いいですね、マイクロフォーサーズでは最強クラスのカメラになるんじゃないかなと思いますので、おそらく GH5 と一緒であれば 6K フォトかな、撮れると思うんで、そこも問題ないかなと思いますね。ただ気になるのはですね、暗所性能がどれぐらい向上してるのかどうか、僕あんまり変わってないと思いますけどね、うん、暗所性能に関してはね、 GH5 は ISO3200 ぐらいからちょっと怪しいんで、やっぱしね、暗所性能はあんまり変わってないかなとは思いますけどもね。まあでもすごい、あれですよ、 4K60p10bit が取れて 6.5 段の手ブレ補正がついてて、で USB 給電で VLOGL が標準搭載で、 AF も強化されてますと、で無線ライブ配信機能がついて、なんとこれがですね、ボディ単体で20万弱で買えるんですよ。これめちゃくちゃ安いですからね。フルサイズのね、パナソニックの S5 なんかね、 4K60p は撮れるんですけど、 1.5 倍クロップですからね、クロップされるんですよね。それがクロップされずに20万切って買えるっていうのはね、やっぱセンサーサイズが小さくなったとはいえ、やっぱし動画はね、まだまだマイクロフォーサーズは健在なんじゃないかなと思いますね。ということで、ちょっと長くなりましたが、まあ、6月末を期待しようかなと思いますね。僕はね、ちょっと聞かねないんで、ちょっと、まあ、GH6 待ちなんで、ちょっと買わないと思いますが、まあ、結構ね、かなり魅力的な商品だと思うんで、GH5 持ってない人はおすすめなんじゃないかなと思います。はい。ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。ということで、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。